自己分析の目的っていうところがまだはっきりとは分かってないんです。自分は当たってるか当たってるのかそれは。どうも、しゅんです。こんにちは。今回の動画は自己分析に関する動画なんですけども、これから自己分析を始める方や、自己分析に関して何をすればいいかわからないっていう人に向けた動画になっております。宣伝なんですけども、就活会議としゅんダイアリーで開発した自己分析ツールの第2弾がリリースされたので、よかったら下の概要欄から使ってみてください。実際に自己分析に悩んでいる就活生の方と、自己分析のスペシャリストの石坂さんに来ていただきました。ということで、自己紹介お願いします。東京未来大学モチベーション行動科学部の節政拓也と申します。現在自己分析をしている最中で、志望している業界や見ている業界は広告業界やエンタメ業界を見ています。広告業界を見ている理由としましては、自分はマーケティングスクールっていうのに通っていまして、実際にこうプロのコンサルの方からフレームワークだったり、どういうふうにこう世の中の商品とかが売れているのかっていうのを一緒にワークショップをやりながらやっていくっていうことを通して、商品を広げる楽しさだったりとか、知のものを自由に広げる楽しさ、そして難しさをした時に自分も価値あるものをもっとより多くの人たちに知ってもらいたいと思って、今広告業界を志望しています。続いて高橋さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、東京大学英語学科の高橋涼香と申します。私が見ている業界は、就活始めた5月6月ぐらい本当にバラバラで、自分のやりたいことも分かんなかったんですけど、最近自己分析を OBOG 訪問で進めていく中で、教育関係に進みたいなって思ったんですね。本当にそこで働きたいのかを確かめるために、今教育業界で働いている方に OBOG 訪問して確かめている最中です。はい、はじめまして、石坂誠と言います。現在マイクロソフトの本社においてグローバルマーケティングをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくなんでね、せっかく2人もどんな目的で自己分析をやってるのかっていうのは、ちょっとお二人の言葉で話してほしいと思うんですけど、自分が思う自己分析の目的というのは、本当に自分がそのやりたいこととその会社がこうマッチしてるのかとか、自分のやりたい仕事ってなんか具体的にじゃあどういうことなのかを自分で知るっていう、そういったことを目的にするものなのかなっていうふうに思っています。自己分析の目的っていうところがまだはっきりとは分かってないんです。自分のやりたいことを探すだけになっちゃってます。お二人ともね、素晴らしい自己分析全体の考えの、決して間違ってはないと思うんですよね。自己分析で多くの人って難しいとか考えてる人がいいかなと思うんですけど、どうですか、難しいと思ってる人は多いですか？周りの子とかもちょっと難しいって言ってる子はいますし、自分自身も自己分析やってて、じゃあどこまでこう自分をこう深掘っていけば終わりがあるのみたいな、あるし、じゃあ逆にどこまでこう自分を掘っていけば企業で面接した時に説得力のある話ができるのかみたいなところが分からないって、ちょっとたまに行き詰まってしまうなってところはあります。まず私がちょっとお伝えしたいのは、自己分析の目的ってすごく実はシンプルで、幸せなキャリア、そして幸せな人生を送るためっていうことなんですよね。もうちょっと具体的に言うと、自分自身が実際に働いてる時のことをちょっと想像してほしいと思うんですけども、働いてる時間ってすごく長いじゃないですか。その時に働けば働くほどよりハッピーな自分でいたいと思うじゃないですか。でそのハッピーになりたい仕事にを得る、その会社から内定をもらう確率を上げるために、自己分析っていうのは本当にですね、一番土台となるようなことだということですね。小さい時から実は自己分析ってやってるんですよ。例えば今日ランチで何を買うかとか、次どんな映画を見るかとか、次どんなところに旅行行きたいとしたら行くかって時に、まず自分がどんなものが好きなのかとか、予算とか自分のできる範囲ってあるじゃないですか、その中から選ぶっていうかですね、そういったことが分かってないと、どん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 いろんなオプションがあって迷ってしまうっていう。なんでまさしく自分の自己分析をした後に、必ず皆さん会社を選ばないといけないんですよね。全部の会社を受けれないですよね、なんで選ぶときに迷わないためにも、これは絶対にもう必要なことだっていうのが第一歩っていうことですよね。会社が求めてる人材でも結局マッチングじゃないですか、このマッチングの時に自己分析ができてる方が説得力が増すっていうことですよね。どんな業界とか、どんな職種仕事が適してるかっていうのを実際にちょっとやってみましょう。ということで、今から言うお題に対して皆さんお答えをフリップに書いていただけたらなと思います。大学時代に貫いていた信念はありますかっていう質問になってます。お二人フリップにお願いします。はい、例えば友人とかが、いいじゃんこれやっちゃおうよって言っても、ごめんそれはちょっと無理だわみたいな、どうしても譲れないとか、あんたここ頑固ねとか言われてるところってあるみたいなのはどう？それは、あります。
回答が出揃ったということで、瀬山君からお願いします。はい、僕の大事にしている信念というか価値観っていうのは常に挑戦する気持ちです。自分をこう今まで大学生活振り返ってきた時に、何でもそうなんですけど、何か新しいことをやってみるとか、実際にマーケティングスクール始めようと思ったのも、新規事業を作ろうみたいなイベントに参加したんですね。その時にビジネスアイデアとか仲間と考えた時に、全然なんか相手の気持ちとか使う人の気持ち考えてなくて、投資家の人に結構いろいろ言われてしまって、まずはいろんな重要な要素あるけど、マーケティングっていうのはちょっとやってみようかなと思って、その入ろうと思ったのがきっかけだったんですね。そうやってやっていった挑戦の結果、自分はアメバ TV に出たって出たし、今こうやって旬ダイアリーにも出るようになったし、いや旬ダイアリーめっちゃハードル低いですだったし、はい、自ら全部その経験とかお話してくれたからね、本当に深掘りがすごくできてるんじゃないかなと私は思いましたけどね。高橋さん、お願いします。私が大事にしていることが2つあります。1つ目が飛びつくということと、2つ目が家族友人との時間です。じゃあ具体的にその飛びつくっていうようなことを最近なんか大学時代とかやったっていう経験もしあったら。学生団体もそうなんですけど、それも友人から声かけられて、面白そうだからやってみようっていうのは軽い気持ちで、私本当後先考えずに何でも飛びついちゃうタイプなんでとりあえずやってみようってなって一つ始めたのと、塾講師ももともと全然やる予定はなかったんですけど、妹に頼まれてやってみたらすごいハマっちゃったっていうのがあるんで、飛びつくっていうのは自分好奇心旺盛なのでたくさんやってきてると思います。なるほど。一番最初に覚えてます？なんか中学生の頃に、あんまり自分の意見が言えなくて人前に立つのもすごい苦手な、想像つかないですね今からその時に周りの人が自分の言いたいことを言ってて、で私が生徒会やりたかったんですけど、それも言えなくて、内気な性格だったんで、でも仲いい友人がやってるのにすごい楽しそうで本当に羨ましくて、で高校生になったら絶対その自分を変えてるって思って、で高校に入っていろんなことに挑戦したら本当に世界が広がって、あ挑戦するのってこんなに簡単なんだなって思ったので、大切にしてるっていうよりは多分自然にできていることなのかなって思います。ということで質問を今回させていただいたと思うんですけど、ちょっとしか質問しないと思うんですけど、伊坂さん的にちょっと分かりましたか？そうですね、瀬澤さんはかなりもうご自分でやってきてることと、そして実際に、まあ、スキルとしてマーケティングっていう領域でねやってることを実際の世界で体験してる経験が多いと思うんです。しかも結果も出てる。で、それに基づいて広告業界っていう、もう流れがもうすごいクリアにあると私は感じたんですよね。逆に言うと、高橋さんの方はもうちょっと質問したいなっていうところはありますけどね。実際にだから、アルバイトは先生。塾講師と、今までやってきたのは飲食店が2店舗とカフェと、あとコンビニと塾の先生。でも一番楽しいなって感じるのは塾の先生。塾で教えてる時にその人が成長するのを見るのがすごく楽しいっていう風な、そうすると塾の業界とかもやっぱり考えてた？いや、それは考えてない。え？教育業界は見てるんですけど、塾に特化しては見てないんです。でも私がさっき中学校から高校に上がるまでで自分がすごい変わったっていう話をしたんですけど、その時に環境が変わったから自分が変わることができたんですね。なのでその勉強っていう面で成長を見た時に嬉しいっていうのもそうなんですけど、その人自身が自信がなかったところから自信をつけていく過程っていうのもすごい好きなので、塾っていうところに特化してるわけではない。逆に言えば、ここは絶対嫌だとか、なんか今までの経験からっていうのはありますか？絶対嫌だっていうのはないんですけど、塾はすごい楽しいなって感じるんですけど、飲食店やってる時に全然楽しいなって感じなかったんですね。ただ時間を潰してるだけ、お金をもらうためだけに働いてるみたいな感じで、楽しくてやりがいを感じられなかったんで、でも逆に塾が、私の塾が個人塾なんですけど、自分で授業一から決めて年間のスケジュール立てて生徒一人一人管理してっていうところまでやるんで、それがその自分が企画してそれを実際に生徒に実践できるっていうのがすごい楽しいなって感じます。だいぶ分かってきました。お、伊坂さん的に高橋さんはどういう人ですか？そうですね、高橋さんは仕事の中では0を1にする仕事と、1から10にする仕事ってさっきねマーケティングの話だったけども、で10を11に守り続けるみたいな、そういうポジションがあるんですけども、完全に01ですよね、はい、
っていうのは、分かったかなと、うん。そうすると、それは、業界においても、組織の中においても、どちらかというと、今まで誰も手をつけたことがなかったような、ゼロイチの大企業で言えば、そういう新規ビジネスをやっている。あるいは、誰も営業の中でも、今までホワイトスペースといって、営業してこなかった。新規開拓っていうところに、まあ、私の後ろに道があるのよ、みたいな。そういうところで逆に楽しめる、他の人って楽しめない人多いんですよ世の中には、うん、ですけれどもそういうのももうあえて楽しめる素晴らしい、そういったまあ特徴があるっていう、うん、往々にして業界の中で言うとやっぱり IT 業界とか、はい、やっぱりそこは今まで誰もやったことがなかった AI とかそういうことを題材にして取り組むっていうことが多いと思うので、そういったところはひょっとしたらチャンスあるのかなっていうかですね、うん、フィットするのかなとは思いました、うん。ちなみに節馬さんはどういう人間だなと思いましたか？いや、節馬さんも本当にマーケティング の, あのところがすごい大好きっていうところ、ちょっとエンターテインメントのところはもうちょっと聞きたかったんですけども、はい、もっといろんなリアルな経験があるんだったらエンタメはいいかなと思うんですよね、はい、でもエンタメのメインって人にこう見せるところだから、はい、なのでどちらかというと裏方のところで本当にご自分がインターンとかそういったところでやった経験があるんだったら、はい、それは確かにマッチしてるかなと思ったんですけど、そういう経験はありますか？今ちょっとやってるインターンがありまして、うん、ライブ配信があるんですけど、それの、事務所のマネージャーみたいな仕事を今やっていまして、実際に、コロナで職を失ってしまった副業でして、なんとかしてお金を稼ぎたいっていう、こう女性の方だったりとか、オーストラリアに住んでて今ロックダウン中だから配信してお金を稼ぎたいって方がいた時に、一緒になんかコンテンツを作っていくじゃないですけど、うん、なんかこういう配信とかってなんかもしかしたら〇〇さんに合ってるかもしれないですねみたいな感じで、その人気配信のライバーさんを紹介したりとか、配信やってる時に自分も見ててリスナーとして参加してて、もうちょっとこういう風の話突っ込んで欲しかったとか、挨拶もっと明るくした方がなんか自分もこう入った時に嬉しくなるみたいなのをこう伝えたりとかして、日々こうなんてお互い切磋琢磨していくじゃないですけど、そういった経験があったので、ちょっとエンタメもちょっとこういいなって思ってます。なので自分でコンテンツを作ったりとか、撮影したりとかっていうわけじゃないんですけど、演者する人たちのマネジメントですとか裏方的なことをやりたいって思ってます。今話していただいたところでいくつかキーワードがあるかなと思っていたんですね、はい、一つ目はどちらかというと自分がヒーローとか演者になるよりも支えるっていうか、はい、その側にいるっていうのが一つちょっとキーワードであるかなと思いましたね、はい、で二つ目はどんどん新しい領域っていうことで、まあ二人も同じだったんですけども、挑戦するっていうところ、エンターテインメントも言ってみれば大きい枠でマーケティングに近いですよね、はい、人に対するこう心をこう揺さぶるようなことを仕掛けるっていうね、はい、そういった意味だとエンターテインメントも同じなんですけども、そこでどん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 新しいテクノロジーとかが生まれていて、そこのところで、ね、活躍する可能性があるんじゃないかなっていう、ところが2つ目かなと。私が思ったのは広告業界ってどちらかというと仕掛ける人たちを助けるっていうね、あ、はい、アドバイザーじゃないですか、はい、事業会社の中にやっぱりマーケティングとか、あるいは自分の担当する製品をもっとより多くの人たちに知ってほしいとか、うん、そういうその事業側にもチャンスはあるんじゃないかなと思ったんですよ、はい、だからご自身を広告代理店とかそういったエージェントのところだけに絞らないで、はい、自分が製品のオーナーになって、あるいはその製品のオーナーのチームになって、はい、そのチームで自分が喋らなくてもチームをこう支えるチームっているじゃないですか、はい、マイクロソフトもいるんですよ、イベントマーケティングってチームがいるんですよ、はい、そういった仕事も探してみたらどうかなと思いました。自己分析をする上で大切なこと、ポイントみたいなところをちょっと石坂さんにお聞きしたいなと思ってます。まず2つ私はちょっとあるかなと思っていて、1つ目はですね、いろんな選択肢が、まあ、あると思うんですよね。その時に業種とその業務っていうマトリックスがありますけれども、それをまず森を見てほしいと思います。とかくやっぱり皆さん自分の自己分析とか OB 訪問をしてると、自分の知ってる範囲のところにどうしてもこう固執してしまう。なんでより多くの普段は絶対会わない人とかにあえて会ってみるとか、そうすると知らない自分とか知らない業界、まあ、ジョハリの窓っていう自分も相手も知らないようなところを実は発見できるかもしれないっていうことですよね。ここ全然自分経験ないじゃんっていうところにあえて一回やってみるとか、話を聞いてみるとかっていうのは一つあるかなと。二つ目っていうのは、今ってまだまだそれ実際に働くまでは仮説の段階だと思うんですよ。で、一番それは OB 訪問してとかいろんな、まあ、検証の仕方ってあるんですけど、一番いいのはできる限り
そこの環境に近いところでインターンシップとか、あるいはアルバイトとか、うん、そういったことをやっぱり経験してみることですね。自分の中にしか答えがない。なので、そこは、どん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 ですね、まず自分の中でそれをもう1ヶ月でも、リアルの体験をしてみると、単に OB 訪問で聞いてるだけっていうのは、雲泥の差があるんですよね。うん、なんでとにかく体験をして自分の中で心の、まあ、反応っていうのを伺ってほしいなと思います。今回の動画のように一回自己分析の質問であったりとか、自分なりに自分はどういう人間かっていうところを自分で問いただすっていうところが一つステップ1としてあって、ステップ2は自分の認識であったり、自分はどういう人間かっていうところを周りの人であったりとかに当てる、そして他者から見た自分と照らし合わせて改めて自分がどういう人間かっていうところを仮説を持つっていうところ、で最後のステップがその仮説が正しいかどうかであったりとか、新たな自分が本当はいるんじゃないかって思って行動をするっていうところを、ぜひこの3つのステップを皆さんにもやっていただけたらなと思ってます。ということで、お二人から最後感想をいただけたらなと思ってます。なんでこうなっちゃったんだろうみたいな、なんかこう行き詰まってしまったところをこう石坂さんと話していくうちに、なんかこう雑談形式みたいな感じで深掘ってくれたりとか、違う視点からこう言ってくれたりしたので、なんかすごいこう視野が広がったというか、こういう風に視点で考えればいいんだなっていうのは、結構発想とか視点の学び方を今日学べたなって思いました。私もその自己分析の 1,2 のステップではできてたんですけど、3つ目のステップがまだまだ足りないなって今日のお話聞いて思ったので、 OB 王子訪問だけじゃなくてインターンとかにも応募してみようというふうに新しいステップに進むことができました。我々も最近第2弾をリリースした自己分析ツールを、よかったら今からお二人に使っていただけたらなと思ってます。当たってますか、ちなみに石坂さん今の。結構当たってんじゃない。おお。じゃあまず僕からいきますね、はい、僕意外とあなたの適職タイプは周りのために動くサポーターになりました。同じ。同じですか。同じです。これ、あ、それです、これです。へえー、どうですかお二人は。自分は、頼れる理想主義者になりました。当たってるか。当たってるのかそれは。結構前言われたのは、なんか自分結構その完璧主義なところがちょっとあるんじゃないって言われたことがあったりとかしたんで、まあ、ちょっと理想主義とちょっと似てるかもしれないですね。回答するときにこういう自分でありたいっていうふうに回答してるのかな、ああ確かに そういったちょっとあったかもしれないですね、うん、そういうふうに近づいていく可能性あるよね。頼られたいって気持ちはなんかあります。じゃあ高橋さん。私は直感を大切にするイノベーターです。おお今日の自己分析そのまんまじゃないの。ちなみにみんなで言わない、その一番下のあなたの性格傾向のところ。性格傾向ですね、うん、傾向先行アドバイスもいただきますね。そう、先行アドバイスがすごいいいです。どうですか高橋さん。当たってます。自分の感じやモチベーションの管理が得意で、就活のストレスにもうまく対処できます。当たってます。あ、でもいろいろあったんですけど、はい、まあできます。ただ長時間の集中に苦手意識があるようです。当たってます。うん、明確なゴールや時間を決めて取り組む際に工夫するといいでしょう。ということで、こんな感じで自分の性格の傾向が分かるので、一つの参考にしていただけたらなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。